まあ、いつもは沖縄に住んでます。まあ、そこでラッシュイマンという会社を経営しているんです。そして今日は、まあ、しばらくの間皆さんの前で話をさせていただくわけなんですけれども、まあ、その間ずっと歩いたり場所を貸したりしています。まあ、それは私は縁台の前で立って話をするということがとても苦手なんです。足を動かさずにずっと立っているとこの義足で足が締め付けられ血行が悪くなってしまいすぐに足がしびれてしまうんです。まあ、そのため歩いたり足を動かしたりすると足を上げた時にこの義足の間から血がスーッと足の先まで流れていってくれます。そうするとしびれることなく長いこと立っていることができるということで、今日は歩いたり足を動かしたりしながら話をしたいと思います。まあ、少しおつきがなく見えるかもしれませんけれども、あまり気にせずに聞いてください。今から9年前のことでした。まあ、アメリカの方で IT 事業を視察したい、まあ、そう思って旅行に出かけたんです。その帰りのことでした。日本の成田について、まあ、千葉で一泊をし次の日に沖縄に帰ろうと、まあ、そう思ってたんです。その夜に事故になってしまいました。泊まっていたホテルのすぐ近くの踏切、まあ、そこを渡っている時に転んでしまったんです。転んだ時に頭を強く打ってしまい気絶をしてしまいました。まあ、そこへ電車が入っていたんです。気がついた時には病院の ICU のベッドの上に寝かされていました。まあ、何が起こったかすら分からなかったんです。まあ、その時の私の様子はといえば、頭は白い包帯でぐるぐる巻きにされていました。そして体中にはたくさんのチューブがつながったんです。体には白いシーツがかけられていました。事故から2日後目が覚めた私は背中が痛いので寝返りを打とう、まあ、そう思ったんです。ところがうまく寝返りを打つことができません。おかしい、そう思ってかけられていたシーツをめくった時のことでした。両足がなくなっていたんです。まあ、そしてその時は頭を強く打ったために脳にも障害が出てました。記憶障害が出てます。目にも障害が出てました。まあ、複視といって物がいくつにも見えてしまう、まあ、そんな状況だったんです。まあ、それで病院のベッドの上にじっと座っていることすらできませんでした。まあ、すぐにめまいを起こし気分が悪くなってしまうんです。だからいつも眼帯で片目を押さえベッドに座っている、まあ、そんな状況でした。その時に足がとても痛かったんです。大怪我をしているので足が痛いのは当たり前なんですけど、ただ右足の親指が締め付けられるように痛いとか、左足の中指が裂かれるように痛い、まあ、そんな痛みを感じたんです。でも実際には両足はありませんでした。そのないはずの足の痛み、まあ、これを原質というんですけれども、この痛みがとてもひどかったんです。そしてない足だけではなく怪我をした足も痛かったんです。足がベッドに触れると痛いので、いつも両足を腹筋の力を使ってベッドから上に上げてました。夜になって眠くなり足が下がってきてベッドについてしまうと痛みですぐに目が覚めてしまうんです。だから夜も寝ることができませんでした。そんな時でもよく看護師さんが回ってきてくれたんです。夜中でやっても1時間ごとに回ってきてくれました。そして私が痛みで夜も寝れないのでお医者さんに相談をして痛み止めの筋肉注射を出に行ってもらうんです。この痛み止めの注射はとてもよく効きました。これが効いている間だけはよく眠れたんです。そしてある日夜中の12時にこの看護師さんが私の部屋に回ってきた時のことでした。痛みで寝つけない私に声をかけたんです。島袋さん、運が良かったですね。そう言ったんです。まあ、びっくりしました。これまで健康で普通に歩いてた私が急に事故に遭ってしまい両足がなくなってしまった。足だけではなく記憶障害を起こし目にまで障害が残ってしまったんだ。どうして自分が運がいいんだろう。それが分からなかったんです。どうして自分だけこんな目に遭うのかな、そんなことを考えてしまいました。
その時にこの看護師さんがもう一つのことを言ってくれたんです。それは義足を履いたら歩けるようになりますよ、そう言ったんです。とても信じられない言葉でした。両足がなくなってしまった私はこれから一生車椅子の生活だ、そう思ってたんです。両足がない人が歩くなんて想像することすらできませんでした。それまで私は義足を履いて歩いている人というのを一度も見たことがなかったんです。だからそんな慰めにもならない言葉、そう思ってました。でも会社を経営してた私は少しでも早く病院を退院しないと会社が危ない、いつもそう思ってたんです。それでこの看護師さんに相談をしました。病院を少しでも早く退院したいんだ、そう言ったんです。するとこの看護師さんは教えてくれました。病院の中で義足を作っている病院、そんな病院を探して転院していくと早く退院できると思いますよ。そうでなければ両足なので歩けるようになるだけでも長い時間がかかると思う、ということでした。それで事故から3週間経って傷の応急手当が終わったときに家族に相談したんです。病院の中で義足を作っている病院、そんな病院を探してほしい。ところが私の住んでいた沖縄にはそんな病院が一箇所もなかったんです。それで早く退院するために日本全国どこでもいいからそんな病院を探してほしいな、お願いをしました。その時に見つかったのが長野県にある病院だったんです。それでその病院に転院してきました。その頃いつもよく思うことがあったんです。それは人の足ってよくできてるな、そう思ったんです。普通の人は足がちゃんとあるのでどんな坂道、でこぼこの道、悪い道でも日本の足でバランスをとってうまく歩くことができる、人の足ってすごいんだな、そう思いました。そして足っていうのは歩くためだけのものではないんだ、ということにも気がついたんです。足には感覚があるので足で物を踏んでみれば硬いものか柔らかいものかが分かる、靴を脱いで触れてみれば形が分かる、暖かいか冷たいかも分かる、人の足ってすごいんだな、そう思いました。そして人の目ってすごいな、そう思ったんです。その頃で私は目に障害があったので外へ出ても勾配とか段差というのを見て分からなかったんです。遠近感も使えません。それで車の助手席に乗せてもらうと前の車は走ってるのか止まってるのかの区別もつかなかったんです。それで人の目ってよくできてるな、そう思いました。そして何よりも感じたのは人の頭ってよくできてる、そう思ったんです。その頃の私は記憶障害がひどかったので物を覚えることがなかなかできなかったんです。話をしても自分の話したことさえ覚えることができませんでした。でも普通の人は話をして聞いたことや自分の話した内容を覚えることができる、そしてそれを思い出すことができる、それってすごいことなんだ、そう思いました。事故に遭う前まではそんなことは当たり前のことだ、そう思ってたんです。だから別に感謝もしていませんでした。ところが事故に遭って初めて気がついたんです。人の体ってよくできてるんだな、すごいんだな、ということに気がつきました。それで自分の体にもっと感謝しないといけない、そして自分の体をもっと大切にしないといけないんだ、ということに気がついたんです。その時から健康にもとても気を使うようになりました。病院を移ってまず最初に私がしないといけないことは家族や会社に連絡先を伝えるということでした。それでナースステーションに行って病院の電話番号を教えてもらったんです。その時に病院の名前も教えてもらいました。その病院の名前というのは長野県身体障害者リハビリテーションセンター病院という名前だったんです。この名前を聞いた時にとてもショックを受けました。自分が身体障害者の病院に入っているということがとてもショックだったんです。さらに2、3ヶ月すると身体障害者手帳というのが送られてきました。この手帳には自分の顔写真が入っていたんです。この手帳を見て思ったんです。ああ、もう自分はこれから一生身体障害者として生きていかないといけないんだ、そう思ってとても悲しかったんです。
しばらくして聞いた電話番号を伝えるために実家の方に電話をしました。その時に電話に出たのが母だったんです。その母が電話で私に聞いてきました。痛い？聞いてきたんです。その時は足がとても痛かったんです。でも母親なのでできるだけ心配をかけないでおこうといつもそう思ってました。だからできるだけ明るい声で答えることにしたんです。それは痛いよ、ただそれだけ答えました。すると母は言ったんです。こんな痛い思いをして何も笑わなければただのバカだよ、だー笑ったんです。その笑い声を聞いて思いました。何が痛いんだろう、それが分からなかったんです。それで電話を切ってその夜に考えました。母は何が痛かったのかなって、それが分からなかった私は自分はどんなことがお期待してたんだろう、考えていたんです。病院の中に長いこといると痛いでしょ、とか大変ですね、大丈夫ですか、そんな言葉をかけ続けられるんです。それで無意識のうちに自分がそんな同情の言葉を期待してたんだ、そういうことに気がつきました。甘えている自分というのに気がついたんです。これではいけない、そう思いました。そして今自分は何をしているんだろう、振り返ってみたんです。その時は痛み痛い、一生懸命リハビリをして、そしてうまく歩けるようになるんだ、いつもそう思ってました。でもこれができた時にどうなるのかな、考えてみたんです。きっとうまくいけば歩くのが上手になるだろうな、そう思いました。そして歩くのが上手になった時に周りの人たちは私にどんな言葉をかけてくれるんだろう、考えてみたんです。きっと歩くのが上手ですね、とか長ズボン履いたら足が折れてすぐには分かりませんね、そんな言葉をかけてくれるだろう、そう思ったんです。そしてその時に気がつきました。今自分が一生懸命しているその努力、その努力が普通の人に近づくためだけの努力なんだ、ということに気がついたんです。これではいけない、そう思いました。やはりそこから何か学ばなければいけないんだ、ということに気がついたんです。そうするといろんなことを考えるようになりました。そしてまず最初に気がついたことは現状を受け入れないといけないということでした。両足がなくなってしまったとか身体障害者になってしまった、そんなことでショックを受けていてはいけないんだ、そう思ったんです。でも現状を受け入れる、言葉で言うことは簡単なんです。それをどうやって自分の言葉や行動で表したらいいかが分かりませんでした。それで現状を受け入れている、それを表す言動ってどんなことがあるのかな、考えてみたんです。その時に3つのことを考えました。まず1つ目に考えたことはないものねだりをしないとこう、ということでした。私の亡くなったこの2本の足はもう二度と生えてこない、ということが分かりました。だから足があればという言葉を使わないとこう、そう思ったんです。何かできないことがあったときに足があればできるよ、そんなことを決して言わないとこう、もう可能性のないことなんだから、そう思ったんです。そして2つ目に考えたことは言い訳をしないとこう、ということでした。何かできないことがあったときに足がないからできないんだとか、記憶障害があるから覚えられないんだ、目が悪いからできないんだ、そんな言い訳をしないとこう、これから決して言い訳をしないぞ、決めたんです。3つ目に考えたことは自分の悪いところを隠さないとこう、ということでした。まあ障害を隠さないとこう、そう思ったんです。足がないというのを隠さないのは見ても分かるので比較的簡単なことでした。でも記憶障害があるんだ、頭がおかしいんだ、ということを人に伝えるということはとても勇気のあることでした。でもこれしか前向きに生きていく方法はないと思ったので、その時からいつもそれを心がけるようにしたんです。そうするといろんなことに気がつくようになりました。その時に気がついたことの一つに悩んでることなんて時間の無駄なんだ、ということに気がついたんです。それで今自分にできることを探し出してそれを行わないといけない、そう思いました。それで美容院に行って自分にできることってどんなことがあるのかな、考えていくと思ったんです。私はこれから一生この義足を履いて暮らしていかないといけない、だから将来のために今自分にできることはその義足の勉強をすることなんだ、